140円のパンを窃盗したと言って逮捕され、何千万ものお金でですね、それが不問にされると。とんでもないっていう、この園差の声は、私たちが思った以上に大きいです。この中にもですね、自分関係ないのに、自分は真面目にやってるのに、なんで一緒にされなきゃいけないんだと。幹部は何の発言もしてないじゃないか、説明もしてないんじゃないかと。皆さんの心の中を見るとですね、まあ見たわけじゃないけども、そういう思いの人も少なくないと思いますよ。みんなが犠牲になってるんですよ。第三者委員会を作んなきゃいけないんです。 包丁を持って自分を料理しちゃいいけないんですよ実は私、高知会時代ですね。まだ自民党出た後も、高知会から頼まれて、会計のシステム、のプログラムをうちの秘書がお手伝いしてました。それはそれは厳しいものですよ。しかし今回、立憲された S さんですね。私よく知ってます。若い頃にすごくお世話になった。すっごく真面目な人ですよ。あんなことをわざとやれてね80にもなって立憲される。もう党は違ってるけども、悲しくてしょうがない。よく知ってる。総理に第三者機関でもう全部明らかにしましょうと。